そろそろ本番ね。みんな、準備はいい？ええ、大丈夫よ。ピューロランドのお客さんにも希望を届けられるように、マイメロディーとモアモアジャンプのワクワククッキークッキング、絶対成功させよう。うん。でもびっくりだよね。サテライト会場だけど、サンリオピューロランドのステージにあのマイメロちゃんと一緒に立てるなんて。もともとはナナミンさんたちが出る予定だったんだけど、出演が難しくなって急遽私たちに声がかかったのよね。うん、早川さんが代役にって私たちを勧めてくれたみたい。すごくありがたいわね。私たちになら代役を任せられるって思ってもらえたってことだもの。ええ、私たちのことを信頼してくれたナナミンさんやスタッフさんのためにも素敵なイベントにしましょう。それじゃ、行くわよ。みんな、こんにちは。こんなにたくさんのお友達が会いに来てくれて、メロディー、とっても嬉しいな。届きますように。モアモアジャンプ、桐谷遥です。今日もみんなに愛をデリバリー。モアモアジャンプ、ラブリー、フェアリー、アイリー、桃井愛理です。ひとしずくの幸せ届けます。モアモアジャンプ、木の森しずくです。みんなよろしくね。この前モアモアジャンプのみんなとクッキーを焼いたの。そしたら一人で焼くよりも楽しかったし、モアモアジャンプのみんなともーっと仲良くなれたの。クッキーももっともーっと美味しくなったの。ええ、だから今日はここにいるみんなで焼きたいねって話してたのよね。うん。みんな、クッキー焼くの手伝ってくれる？それじゃ、ワクワククッキークッキングスタート。次は生地を混ぜましょう。ゴムベラで10回くらいさっくり混ぜるのがポイントよ。ちょっとぐらい増えたり減ったりしても大丈夫よ。あと5回くらいだったよね。今度はみんなで一緒に数えながらやってみようか。みんな、いくよ。せーの、1、2、3。次は生地を伸ばすわよ。この棒をコロコロして生地を平らにしていくんだけど、マイメロちゃん、できるかしら？はーい。うんしょ、うんしょ。この棒、重たくてちょっと疲れちゃった。お菓子作りって、力がいるものね。うん。でも、みんなが一緒にやってくれたら、頑張れそう。じゃあ、私たちも一緒にコロコロして、マイメロちゃんを応援しようよ。
ここにいるみんなでコロコロダンスを踊りましょう。まずは私がやってみるね。小さく前習いするみたいに手を出して、伸ばして引いて、伸ばして引いて、こんな感じだよ。みんな分かったかしら。じゃあ一緒にやるわよ。せーの。ステージ大成功だったわね。うん、マイメロちゃんとのお菓子作りみんな楽しんでくれたみたいでよかったよ。マイメロかわいいってノリノリでお手伝いしてくれてたね。マイメロちゃん本当に可愛かったものね。私も一緒にイベントをしてマイメロちゃんのことがもっと好きになっちゃったわ。そうね、素直で明るくてちょっとマイペースなところもあるけど、そこも魅力的っていうか、マイメロちゃんがアイドル界にいたら強力なライバルになってそうよね。確かに。あ、そうだ、この後なんだけど帰る前にエントランスショップに寄ってもいい？ちらっと覗いた時可愛いお菓子とかたくさん売ってたから気になってて。そうね、せっかくだし寄っていきましょうか。私も見に行きたいな。いた、タキシードサム。この子のぬいぐるみ欲しかったんだ。このウサギさん、ミッシュミーメルちゃんっていうのね。肉球がハート型でとっても可愛いわ。あ、キリミちゃんのキーホルダーがある。可愛いなって、タグに美味しく食べてもらうことが夢って書いてある。そんなの無理だよ。みのり、その場でバタバタして何やってるのかしら。気になるけど、私もお土産選ばないとね。あ、このクッキー、マイメロちゃんのイラストがプリントされてる。可愛くて、食べるのがちょっともったいないけど、ステージで一緒にクッキーを焼いたし、今日の思い出にぴったりね。決めた、これにしましょう。